小3の長男、小1の次男、もうすぐ2歳の長女を連れてポケモンセンターに行ってきた。お買い上げ4000円ごとに1回くじが引けて、うちは5000円弱しか買わなかったのでくじは1回だったんだけど、私が何か言う前から長男と次男が、くじ1回しかできないから妹ちゃん引いていいよと長女に譲ってくれて、それを見ていたお姉さんが、お姉さん4回引けるからお兄ちゃんたち1回ずつ引いていいよと長男と次男にくじを引かせてくれた。結果、長男は A 賞手ぬぐい、次男は B 賞クリアファイル、長女は外れ、お姉さんは A 賞を2本引いて1枚長女にくれた上に、次男にこっち手ぬぐいの方が良かったらこっちにしてもいいよと言ってくれた。お姉さん天使か。でも次男はクリアファイルの方が良かったらしく、そっちを選んでたんだけどね。お姉さんが何回も、お兄ちゃんたち偉いねえ、優しいねえ、妹ちゃん幸せだねえと言ってくれて、くじを引かせてもらったことも嬉しかったんだけど、息子たちを褒めてもらったことの方が何倍も嬉しかった。あとお姉さんが、抱っこしてもいいですかって長女を抱っこしてくれたんだけど、長女がお姉さんとバイバイするのを嫌がって泣いて大変だった。